500億これ、やはり一定の効果があるというのは、この数字からも明らかになっているで、あのー、やっぱり税金の使われ方を国民に見えるようにして、外部の視点でチェックする、ただ今回の稲田大臣がやられようとしている行政事業レビューは、民主党政権と大きく違うところがある、それは何だと思いますか。稲田国務大臣大臣きく違ううととといいいいこははは私はなな思いますたただあ民主党政権では行われていなかった 基金のですねシートを新たに導入をして、そしてその年だけではなくて、次の年もその基金からですね支出されるものも、行政事業レビューの対象にしたということは、私は大きいのではないかと思っております蓮舫君、大きく違う点をぜひ覚えてください、レビューの体制が違います。えー、民主党時代は副大臣がチーーームリーダーサブにに政務務官官その人に事務局長で官房長で房 でそのもとに各局の総務の課長等がついていました、つまり実質担当者を、えー、配置する上に必ず政務三役が入っていた、ところが今回の、えー、安倍内閣における行政事業レビューでは、あーチームはどういう実施体制ですか。稲田大臣。今あの、チームの実施体制ということがおっしゃいました。 私は今回、行政事業レビューでえ行政推進会議のですね、え委員の方々にお諮かりをして、その中には民主党の中でも入っておられた方もいらっしゃって、そしてえ良い取り組みだけれども、それをですね、やっぱり改善していこうということで、今回決めたわけでございます、で、今、申し訳ございません、あの、前提を言いました、それはなぜ前提を言ったかというと、ですね、何も民主党政権でおやりになったことを否定するのではなくて、やっぱり やっぱり私は、のない気持ちでいいものは引き継ぎ改善していこうと思いました、その中でえ、まあ、実施チームの,お,あのお尋ねですけれども、行政事業の推進チーム、これは各府省で、統括責任者は官房長、そして副統括責任者は会計課長、および政策評価担当者。 そして、えー、メンバーも各府省、そしてそれとは別に外部有識者をお入れて、そしてそれが混然一体ではなくて、別々にし、また外部有識者会合というのも作り、まあ、シートの中にも外部有識者の意見が何であるかということも分けて記載をするということにいしまし、はい、たた。ししま蓮舫君。は端的に言うと、政務が関与しなくなったんです、官僚と外部有識者、しかも一緒にやらないで別々にすることになった。これはね。 どうしてここを私は懸念するかというと、実施体制から政務を外すと、外部プロセスで取り上げる事業に、申請が生じたり、あるいはあえて取り上げたくない事業を外す、その可能性が否定できない、だから体制整備に必ず政務は入れなきゃいけないと思います、入れていただけませんか。稲田大臣。私はは、ここのの行政事業レビューのですね、えいいところはやっぱり各府省が 自発的に、自律的に取り組むところだと思っております、そして今、政務をですね、なぜ入れないのかと、排除しているんじゃないんです、その各府省で、そのおー、まあ、政務をですねえ、入れてやろうと思えば、それも入れれるという体制にはいたしております。蓮舫君。あの、私は信頼していないわけではないんですが、やはり五千もある事業を自らレビューをするときに、お手盛りになる危険性があるんです、過去そうだったんです。 だから毎回毎回手を替え品を変え行革というのは進めてこなければいけない行政事業レビューを進めるのであれば政務の関与外部制というのは必ず入れないとこれは本当に骨抜きになる可能性があるなぜかというと民主党政権では外部有識者の評価チェック点検対象は5000全ての事業でした今回はそれを10分の1に縮小して500にするそうすると、なおのこと その事務負担が減るというメリットはあるかもしれませんけれども、この500事業は、前年度に新たに始めたもの、それと前年度に役割を終えたものに限っているんですね、つまり、終わる年度がない事業は、えー、毎回この500の対象から外される、なぜですか稲田大臣、えー、外部チェックの対象になるのは500ではなくて、えー、1000です。 そして、なぜ1000にです、ね、縮小したかというそういうお尋ねでございますがそれはで、ね、5000全部を。 外部有識者、まあ、各府省によってそれぞれ選びましたけれども、民主党政権では2名から10名の方が見られます。5 0全部をチェックすることがですね、課長になって、そして結局は経害してきたという、そういう反省に基づいて、重点的に1 0ですと5年で全部の事業をチェックすることができます。そのがまが効率的で効果があると考えて、まあ、行政推進会議の有識者の方々の意見を 意見を聞きながら、そのように決めたところでございます。蓮舫君。私がいただいた資料では500と聞いてます、いつの間に倍増したのか、まあ、そうやってあの柔軟に対応していただけることをぜひ期待をしたいと思いますけれども、5年に1回にチェックをするということは、私、は思うんですけれども、期限の定めのないものこそ、外部性と内部のチェックを行わなきゃいけないんです。なぜななぜらば、期限ののの定めのないものは、 外部がチェックをしない限りあの大臣が言い出したこの副大臣が作り出したこの与党の中で大物議員が口利きをしたこの管理業界と非常に関連のある事業だから潰せないあるいは、えー、官僚の OB が満腹立っているところへの、えー、委託になっているものなんかは現職は断れないわけですだからそこは外部チェックを入れなければ仕分けレビューをすることはできないんです入れていただけませんか稲田大臣。 まあ今、500って、始めたもの、そして終わったものお終わる、終わるものですね、それだけでなくて、えー、きちんとあの見なければならないというのは、今、蓮舫さんがおっしゃったとおりだと、蓮舫委員がおっしゃったとおりだと思います、その意味で、5年で全部外部チェックの目が行き渡るように、今、まあ、年間1000の事業を選んでチェックをするところでございます。蓮舫君。いい。や、逆ににに。考えてください5年年回でチェックは入るけど、 4年間はチェックが入らないということです。そこの生残回の癒着があった場合には、4年間は放置するということになるんですよ。なぜそういうことをお認められるんですか。稲田大臣。え冒頭にに、申しましまたように私はいいいものを引き継いで、 また、その行政事業の効果とかです、ね、その取り組みの精神というのは全く同じなんですただ、五千0全部をです、ね、外部有識者の方に投げてそして見てもらうということをやったけれども結局はちょっと形骸化しているなとだから、線にしてそしてきちんと見てもらおうまた、各府省の取り組みとそれから外部有識者の取り組み等をです、ね、きちんと分けてシート上も明確にしようと。そして各府 府省の自発的な取り組みですから、各府省は5000全部を見ます、そしてその5000のシートは全部公開をするわけですから、私はそれが5年に1回のチェックっていうのは当たらないのじゃないかなと思っております。蓮舫君、いやあの、精神論の話じゃないんですよ、5000ある事業を全部やるのは難しいから、それを効率化して、えー 圧縮するというのは分かります、理解します、それは官僚の負担を軽くすることで重層的に見ていくことにもつながるから理解をします、ただ5年に4年は手が入らない、メスが入らないというところを問題視しているんです、今年、じゃあその線の授業は、合わせて一緒にレビューをしますか。稲田大臣。今あの、大変恐縮ですが、蓮舫委員がおっしゃってるね、線っていうのは、これは外部有識者がチェックするのは線です。 しかし、各う、まあ、府省がですね、チェックするのはもちろん5000全部です。そして、その行政事業レビューシートを公開するのも5000全部なんです。ですから、全く手が入らないというのはおかしいですし、そしてその行政公開した行政事業レビューは国民の目にも触れますし、行政改革、私たちの行政改革のです、ねまあ、チームからもチェックを入れます。ですから、その4000は全く見てないというのは、 それは、違違ううんんじゃないいいい。かと思います。す。君。あの、違うんですよく聞いてく聞てださいね、私たちのチェックは入るというのは政務の関与がもう外されているそして5000は全部シートは作るけども外部自由識者の点検を入れるのは1年間に1000だけ残り4000は捨て置かれるということなんですよここを私は問題視しているんですだから外部有識者の点検を入れるというのであればその1000はどうやって選ぶのかが実は問題になるんです 今年やるんですか、この線のチェックは。で、どうやってその事業を選ぶんですか。稲田大臣。えっとですね、あのー、お、まあ、四千が。 捨て置かれてるっていうのは全然違うと思うんです。今言ったみたいに、各府省はちゃんとレビューをします。レビューシートも作ります。そして、じゃあその政務はなぜ入らないのかっておっしゃいますが、各府省の自発的な取り組みですので、政務も入れようと思うのであれば入れるし、政務自らがですよ、各府省で入ると言えば入れ,れるんでそれを排除するものでは決してありません。そして、まあ、どういうですね、ものを、まあ、あの、 あの外部有識者のです、ね、チェックの対象にするかということについてはです、ね、それは、えーまあ、あの今日今年で始めるもの、終わるものを含めて、えーまあ、線を選ぶということでございます。蓮舫君あの。もう少しご自身が作った行政事業レビュー実施要領はよく把握された方がいいと思います。この線の点検事業の、そのえー、といわゆる基準は示されています。 それも答えないで精神論でチェックが入るという答弁は私はわからない私はそういうやり方はやってきませんでしたファクトを押さえるということが実は一番大事つまり毎年5千のうち線を行うときにその千の選定を政務三役ではなくて官僚に任せると俗議員関係団体支援団体声の大きい人たちにぎやかな人たちがいるいわゆる抵抗勢力が多い事業はあえて恣意的に外されるんです だからここの基軸をしっかりして、例えば額の大きいもの、長く続いているもの、あるいは委託率が高いものという定量的な基準を設けて、ランダムに線を取り上げるという、申請が入らない基準を作るべきではないですかというのをぜひ飲んでいただけませんか。稲田大臣。 まあ今ですね、対象事業の選定のについて、私が具体的にまあ述べなかったということをおっしゃいました。その対象事業っていうのは、行政事業の対象は全事業です。事業レビューの。そして、外部有識者のですね、じゃあ何が対象かということについて、具体的に言いますとえ、えいいんですか はい、それを述べてくださいって、今、精神論で私は全然透明してませんので、はい、述べようと思ったわけです。あのもう一度のきちっと質問を聞いていただいて、お答えください。はい、蓮舫君。 あの非常に懸念をしますあの、おそらく考えていることは一緒なんですけれども、手段として政務が入っても入らなくてもいい、上がってくる情報は官僚が選ぶことになる、そうすると自分たちに都合の悪いもの、抵抗が高いものは恣意的に選ばれなくなることを防ぐために、ランダムに一つの条件をちゃんと作り合わせて、それをレビュー対象にすべきだという提案を私はしているんです、さらにその上に、これは答えていただきますが、外部有識者の指名は、 レビューは、これは誰が行うんですか。稲田大臣。これはあの、民主党政権下でも同じですけれども、各省が外部有識者を指名いたします。蓮舫君。レビューは外部有識者の指名が行う、で、公開プロセス、つまりレビューの仕分けをネットで中継して、外部性公開性でみんなに見ていただく、皆さんで共有をする、それの外部有識者は誰が選ぶんですか。稲田大臣。 行革推進会議で選びます。いな、あ、ごめんなさい、蓮舫君。えっと、違います、えー。レビューで公開プロセスで選ぶのは。事務局が三人、各省の推薦が三人。そこで平等性を担保して、公開された場所でやるんです。他方で、今おっしゃってる。千の外部有識者が入るレビューは。そこの有識者は。 省が選ぶんです。つまり、見えてるところには、行革の事務局が三人外部有識者を入れるけれども、見えてないところでは、お手盛りや御用学者を入れる可能性が捨てきれてないんです、ここ、事務局もやはり推薦の外部有識者を入れるべきだと私は思いますが、いかがですか。稲田大臣、まあ。この行政事業レビューは、各府省、自発的な取り組みです。 そして各府省のですね、えー、まあ事業について外部有識者を入れてなぜレビューをするかというとやっぱりその事業について知識がないと私はレビューできないと思いますそして外部有識者のチェックを入れてそれを外部有識者のコメントとして、えー、事業レビューの中にも書きますそして公開プロセスになった時に行革、まあの事務局からですね、選んだ人も3名を入れていくというそういう仕組みにいたしております。蓮舫君。 見えるところには、行革の事務局の推薦したところと各府省からの外部有識者を同数入れる、これは当然です、見えないところも同じ条件にしないと、ただでさえ政務三役の関わりがないわけですから、お手盛り、自分に都合がいい、官僚に自己主義のあ都合のいいものばかりが上がってくるという懸念は、今までの答弁では残念ながら払拭されていません。あのー さらに言うと外部有識者とその税金を使った執行国家公務員のレビューを私たた。ちは一緒にししてきましたなぜならば一緒にすることで自分たちの霞が関の論理ではなくて外部の人が言っていることが実は正しい学習をする自分たちがやった決算ベースのレビューが間違っているから反省をして新たな企画立案で来年度の概算要求にそれを反映することができるそれが最大のメリットで意識を変えることができるんです。 だけども、荻野さんがやろうとしているのは外部は別そして執行した人たちは人たちでレビューをして外部有識者の意見は単なる尊重となってしまっているんです聞けば聞くほどこれは霞が関のそうは思いたくないんですけれどもお手盛りになる単なる形骸形式的な行革のレビューになってしまう懸念があるんですが改善をしていただけませんか。稲田大臣。 まあ、私はですね、えーまあ、民主党政権がやられたことでも、いいことは引き継いで、そして何が問題であったかということを考えて、改善のためのこの実施要項を作りました、そして今おっしゃる点はです、ね、一緒にしたチームの方がいいのか、それとも別々のチームの方がいいのかということですけれども、私はやっぱり外部有識者が、そこで外部有識者としての意見を取りまとめ、それもコメントに入れてです、ね、民主党政権下でもその各府 府省が選ばれた外務有識者は各府省で選ばれているんですそして、どの意見が各府省の意見で外部有識者のコメントは何であるかということを別にしてまた外部有識者会合というのも作ってです、ね、そこで意見を取りまとめたりをして私は明確にそれぞれの役割であることが改善だと思って今、始めようといたしておりますそしてそれでやってもし今ご懸念のような点があればまた改善すればいいと思うんです。私は何も 民主党がやったからだめだとか、これを各府省の言いなりにというか、意見を入れてこうしたんじゃないんです、やはりその取り組みを尊重した上で、効率的にさらにです、ね、いいものにしたいと思ってやってるわけです、基金シートもそうです、蓮舫委員がです、ね、先日、予算委員会でもお尋ねになりました、そういう点は私も提案をして入れてるところですから、一緒に改善点を考えていくということが必要ではないかなと思います。 蓮舫君。あの、民主党政権がどうとか自民党政権がどうっていうのは私はもう今言ってませんいいものにしましょうと言ってるんです骨抜きにならないようにしましょうと言ってるんです。 お手盛りにならないようにしようと言ってるんです、今、いくつか私は提案をしました、もう少しできれば、ですね、議事録をちゃんと読んでいただいて、そして改善できるところがあると思うのであれば、ぜひそれは改善をしていただきたいし、次回の質問でそこは問わせていただきたいと思います、基金シートを作るというのは、私ができなかった思いです、受け止めていただいたことには感謝をします、ただ、基金は補助金適切化法の対象で、一度補助金として出してしまったら、それを国庫納付させるのは、本当にハードルが高い。 これを基金シートを作るときに、実際に戻すことができるように。需要のない基金で、一つの公益法人に一兆貯まっているものもあります。こんな埋蔵金化するのが分かっているのであれば、戻すやり方も同時に基金シートに盛り込んでいただきたいと。強く要請をしたいと思います。答弁はいりません。え、次に少子化対策について、お伺いをいたします。え、まず、あの、女性が輝く日本として、総理が経済団体に要請した育休三年推進の方針。 これれはは評価されますか。森大臣。はいあの。望めばあ3年間の間、いつでもということで、絶対3年間取ることということではないことを誤解をないように申し上げておきますけれども、3年間の間、望む期間、育休が取れるように、そしてその後必ず会社に復帰できるようにという申し入れをしたことについては評価をしております。蓮舫君。 現実的に進みますか?。森大臣。現実的に進ませなければいけないと思います。蓮舫君。現段階で育児休業を取得している男女の比率を教えてください。森大臣。読め,めますか?。はい。まだで、出ませんか?。答え。早急を止めてください。 森大臣。比率を正確に申し上げますと、えー、男性のお育児休暇取得率が2.63%、えー、女性の育児休暇取得率は87.8%です。蓮舫君。女性が約9割、男性が2.6%、ほぼ女性が取っているんです、じゃあ、育児休業の平均取得期間はどれぐらいだと思いますか。 森大臣、また出ませんか、速記を止めてください。資料ございませんか。 森大臣、えー。資料要求が。あの。平均。育休,休期間ということで、してあるんでしょうか。私の方には、上がっておりませんでした。はい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 。では。あの。平均という資料が今、ございませんけれども、実際に取っているので。一番、あの。多い割合が、三十一点。 ゼロパーセントの方が1年から1年半未満ということで、グラフがあります。蓮舫君。すみません、1級3年を取れるように最大限努力する、今現在、平均どれぐらい取ってるかというデータを押さえないで、どうやって努力するんですか、森大臣。今現在、1年ほどということは、あの、もちろん認識をしておりますけれども、正確に答えるために今、資料を探しておりました。今現在 三年間取っているというようなことはないことはもちろん承知の上でございます。しかし今ですね。今現在取っている方はお仕事をなさりながら育休を取っている方でございます。しかし一人目が生まれてからお仕事を辞めてしまう方が六割いらっしゃるんです。その方たちがあ子供が三年ぐらいして落ち着いてから 仕事にもり戻りたいといいととう方のご希望がとても多いんですですから、3年で戻るという、そういうことを企業が努力していただければ、1人目で6割をやめるという方がなくなるということで、政府目標をしっかり定めて、義務化ではございませんが、経済界に要請をしていくことで、そして仕事と子育ての両立を実現していこうそういう趣旨で総理がおっしゃったんです。 蓮舫君。経済界に政策を丸投げするのはやめたほうがいいんじゃないですか、政策は政府であり、国会で作っていくものです、あくまでの要請のことを、そうやって堂々と答弁するのもおかしいし、ファクトである事実を知らなければ、政策の目標を達成することはできません、育児休業の平均取得は女性は10ヶ月、男性は2ヶ月、なぜ女性が9割取って10ヶ月で、男性は全然取らないのか、一級手当は、これは基本的に、 平均給与に元に計算される。今正社員の男性を100としたら正社員の女性の給与は7割ですつまり共働きであれば給与の安い人が休んだ方が総収入の減額に歯止めがかかる女性が取らざるを得ないんですよで総理はおっしゃいました1年休んでる方があ1年以上の休業を取りたいという方が6割に上ってると言いますけれども1年以上取れない10か月で仕事に復帰せざるをえない これなぜだかお分かりですか森大臣経済的な理由、それから保育園に預けるその保育園の空きの理由、さまざまな理由がございます。安倍総理が、安倍政権がこの3年、望めば3年までということを経済界に要請したのは、それと同時に若者の正規雇用の確保、若者女性活躍推進 フォーラムで進めて、そして今おっしゃったような、育休を今の法律上、取りにくくなっている事情を変えていくという取り組みと同時に進めております、今までなかなかこの女性が育休が取れない、そして男性の育休も進まない、こういったことをさまざまな取り組みの中で実現をしていこうとしているわけでございます。蓮舫君。 1>, あの10ヶ月で1年以上休みたいけど10ヶ月で戻らざるを得ないのは経済の理由も保育所の問題もあるんだけど最大の理由は居場所がなくなくる不安ですよ。職場に帰って自分のスキルが下がってる。 居場所がなくなくる、やめさせられるかもしれない仕事についていけるかわからないこういう不安を持っているからこそ仕事と育児の両立ができるように我々は多様な保育の場所を整備するこども園を整備をするあるいは家庭的保育を整備するそれが去年の三党合意で御党も合意をしてくださって子ども・子育て新システムになって政権交代でまさに少子化担当大臣がそこを進めていかなければいけないのにファクトを何もご存じないというのは私は今 驚いていてます。そして総理が言ってることに、これ私は飛躍的な間違いがあると思います。輝ける女性のためにといって、一休の期間は1年以上取りたいという人が6割に上っている、3歳になるまで育児に専念したい人は3割もいる、だから3歳になるまで子育てに専念できるよう、経済団体に3年一休をお願いした、これ間違いがある、1年以上取りたいけど取れない6割の理由というのは、3年取りたいという理由じゃないんです。それよりも子供を預けたい。 両立をしたいという声が本当の思いだから、そこに対する答えを出していくのが政府の仕事だと私は思いますが、いかがでしょうか森大臣、蓮舫大臣のおっしゃること、あお <laughs> すみません、蓮舫議員のおっしゃること、ともな点が多くあると思います、それが今まで実現されなかったことが問題であると思います。今おっっしゃった 子ども・子育て新制度、民主党政権の時に自民党も合意して成立しましたが、これが27年度からの取り組みでございます。これについてしっかりとやっていくということで、子ども・子育て会議を私のもとで開催いたしまして、その中の詳細なことは今、取り組みを進めております、決めております。しかし、お母さん方は27年度まで待てるわけではございません。今現在の、 取り組みが必要です今おっしゃったように、預けるのに、休んでいたらキャリアが落ちる、居場所がなくなるとおっしゃいました、そのために多様な保育、多様な保育を実現するために、子ども・子育て会議で今、基準を決めておりますが、多様な保育だけではキャリアが下がる、居場所がなくなるということが解決できません。そこでで安倍政権では新ししい取り組みとして キャリアをアップするための研修をするために、中小企業がそれを実現したら中小企業にも支援し、そしてキャリアアップをしたいということで、育児休業中のお母さんや、それとも一旦離職して、また会社に復帰したいというお母さんのキャリアアアップ研修を受けるために、1日6000円ずつ本人にも支給する、会社にも支給するというのを、民主党政権時代にはなかったものを、安倍政権で新たに、 もうこれは予算を要求しております。そのようにして、多様な保育を進めると同時に、休んでいる間のキャリアアップを実現していくという、さまざまな取り組みをする中で、女性が輝ける日本を目指しております蓮舫君。あの、頑張ってください、ただ、もうちょっとご努力をいただきたいと私は思ってるんです、一、ね、級三年間を本当に取れるための努力をできるっていうのは、今の答弁を聞いて、私はえそれドだと思いました。 総理が堂々と赤ちゃん抱っこし放題。それはつまり今の育休を取得して労働関係環境を改善しない限りは女性が3年間家で育児を見ろというメッセージにしかならないんですよこういう誤解を呼んではいけないから男性が取れるように。 あるいはそういう恵まれた制度に置かれていない女性、非正規社員の労働環境の改善、意識の改革、それこそがまさに経済団体に要請するものだと、私たちは政権のときにやってきました、そこを間違った形で方向転換するんではなくて、子ども・子育て新制度を粛々と進めていくのは、私は少子化担当大臣の仕事だと思っています。で、でででその上でこれははどううししても理解できない。女性手帳とは何でしょうか。森大臣委員長 女性手帳ということは何も決まっておりません。蓮舫君、少子化危機、えー、突破タスクフォースでこれは森大臣が議長を務められている。ここで手帳の概案できてませんか。森大臣、できておりません。蓮舫君、妊娠出産に関する知識の普及教育えそこで。 案として生命、命と女性の手帳の作成、配布等とあります、これはなんでしょ。う。森大臣。タスクフォースの,あの議論ではございませんあの、政府の施策をお尋ねになるんでしたらば、政府の会議の議事録や取りまとめ、その報告書をもとにご質問いただきたいと思います。君。議事録はままだアップされてません。森大臣。 それでは、何をもとにご質問してるんですか。蓮舫君。少子化危機突破タスクフォースで議論をされた、妊産出産,出産に関する知識の普及教育の資料を事務局からいただきました、これはただの民間のペーパーか、関係のないものですか、森大臣。少子化危機突破タスクフォースのもとに、サブチームがあります、そのサブチームが作った資料でございます。 その資料は配布されておりますが、それによって、何かが決まったとか、取りまとめができたということはありません。蓮舫君。これは、その小チームであろうとなんだろうと、タスクフォースの下で最終的には取りまとめの中の1項目になると思います、自分の関与しないという先ほどの答弁とは全く整合性が合わないんではないですか。森大臣。取りままとととめになると思いますと でその根拠がよくわかりません蓮舫君もう一回教えてくださいどこでこの議論はされてるんですか森大臣会議というものは有識者の皆様がそれぞれの知見を持ち寄って議論をしますそこで最終的に取りまとめができますけれどもまだ取りまとめをする前に 取りまとめがさされるものと思いますというふうに蓮舫委員がおっしゃることの意味は私はわかりませんこの静かにしていただけますか今タスクフォースではこのような議論がなされています取りまとめはまだなされていませんが議論では不妊治療をしている方々が三十五歳から不妊の治療の効果が 非常にに上がりにくくなる。そして三十二歳ぐらいから流産の率が多くなる、つまり三十五歳を過ぎますとなかなか不妊治療をしても効果が上がらず、もしやっと出産あ妊娠したとしても、流産をしてしまうということが行われています、それを前提にして、やはり高齢の妊娠が難しいということと。 高齢の出産が危険だということを、やはり知識として国民の方に啓蒙することが必要だという議論が出ています、その議論のっとになる事項でございます。大臣 蓮舫君全くわかりません、タスコースで議論されてるんですか、されてないんですか、森大臣。取りまとめをされると思いますということについては、違いますと言いましたその、まだ決まってませんと言いました、だけど、議論はされているということは先ほどからお答えをしています。すはい、はいちょっとよろしいですかあの。先ほどの蓮舫議員の,あのご質問は、女性手帳とは何ですかという。 本当にその単純なあのご質問でございますから、それがタスクホースで議論をされているんであれば、そこはおっしゃっていただかなければと思ますね。はい、森大臣。そのような名称は出ておりません。はい、蓮舫君。命と女性の手帳という名称は出てます。さっき言いました。議論をしているとおっしゃいましたけど、冒頭にこの女性手帳、命と生命の女性の手帳というのを聞いたときには、知りませんとおっしゃいました。どっちが事実ですか。森大臣。 冒頭には、議事録を見ていただけるとわかるように、女性手帳とは何ですかというご質問がありました。女性手帳という名称は、議論されておりませんし、決まっておりません。はい、蓮舫君。命と女性の手帳とは何ですか森大臣。命と女性の手帳、かっこ過小というものは、タスクフォースのもとにある妊娠・出産についてのサブチームについて、 高齢出産、高齢妊娠の難しさ、危険性について啓蒙する必要があるということで、一つの資料として出ております。蓮舫君。一つの資料ということは確認をしますけど、今メディア等で報道されているのは、じゃあぜ全部誤報ということでいいですね。森大臣。このタスクフォースは、報道に公開をされています。その公開をされている議論を聞いて、 聞いた記者さんが書いてあれば、このような報道はされないと思います。えー、んですから、私は誤報の部分が多いと思います。蓮舫君。公開されて、それを聞いてない記者が書いて、それが誤報なら、訂正を要請した方がいいと思います。森大臣。委員長。はい。あの、訂正をしていただきたいと思います。 蓮舫君あの極めて他力本願という姿勢が今日は非常に残念なんですけれどもあのこうした妊娠とかあるいはさまざまなそれにまつわる知識を女性がしっかりと知るということの大切性を私は否定はしていませんただ他方で非常に危険なのは全女性を対象にするというのが極めて固定的な役割を女性に押し付けかねない。女性は 産むといううのが大前提になるような手帳になななるるよ手帳んだったら私は大反対です、すべての女性に対してこの手帳を配布するということで、議論は進んでるんででるすか森大臣今、蓮舫議員が質問で、全女性に配布するということだったら反対ですとおっしゃいました、全女性に、つまり女性だけに、しかもあの手帳という形式も決まっておりませんし、配布するということも何も決まっておりませんし、その見ておられる資料にも、 女性だけにとか、全女性にというふうには書いてないと思います、そのようなことが報道の記事に載っておりますが、報道の記事だけをもとに質問をされること自体が、ですね、私は他力本願だと思います、しっかりと政府の施策を確認した上で、質問をしていただきたいと思います。私どもも、も男女とに、こののの卵子老化の事実、恒例 妊娠、出産の危険性を知識を知ることが大切だと思っています、世界の中でこの知識を知っている日本の知識普及率が最低でございます、女性が体を守るためにも、男性が大切な女性の体を守るためにも、この知識としてはみんなで共有していくことの大切さを私たちのチームは認識をしているということです。蓮舫君。ああの大臣、まり把握しておられれないいみたいですけれども、 このタスクフォースの下の小委員会では当面の具体策の案も出てるんですよ、25年度中に検討会議を作って、26年度からの普及を目指す、コンテンツは命と女性の手帳、女性を対象です、これが一人歩きしてるんだったら非常に危険です、全女性に渡すということは、例えば性同一性障害の方、同性愛の方、あるいは何らかの病気で妊娠ができない状態にある方たちが、この手帳をどのように受け止めるのか。 あるいはもっと言ったら、えー、考え方としたらリプロダクティブ・ヘルス・ライツなんですけれども自分の結婚する、しない産む、産まないいつかというのは極めて個人が決めるものです、それに国家が介入をするような前提の手帳を配布するという議論をもししているのであればあんまり配布されておられないみたいですからこういう具体的な年度数は外して大臣の考え方を小委員会で反映させるように出席させるべきではないですか。ここ <laughs> 森大臣。 省委員会会もも本会議も出席しております。ですから、そこで公開の場で、取材をきちっとしている記者さんに書いていただきたいと思うんです。 その記者さんたちが書いたことをもとにです、ね、質問をするときはです、ね、これが真実ですか、どうですかというのを聞いてから質問していただきたいと思います、この当面の具体策案がですね、有識者の先生方が啓蒙の必要性ということを考えて意見を出されたことは貴重なご意見だと思います、このことはまだ取りまとめしていないということも、ちゃんと公開の場で、えー、報道の方々が知るようになっています。リプロダクティブヘルスライツというのは、はい のことについて、女性が選択すす。る権利です選択をする前提に知識がなければ、本当の選択はできないのです、ですから、本当の生殖について、世界で一番認識度が低い日本の男女がきちっと認識をした上で、自分の人生を選択することが、本当のリプロダクティブ・ヘルツ・ライツに資するものと、私は思っております。蓮舫君。 あの足元の内閣府の子どもに関する国際調査の結果では日本はこうした情報は不足をしていません、それどころか子どもが欲しい、あるいは子どもがいることのポジティブ・シンキングの位置は世界平均的にも低くはありません。 ただ、求める子ども数が持てないとなっているその理由は何かというと知識不足でではないんです。教育、福祉にお金がかかる、はい、それと仕事と子育ての両立ができないということになっておりますのでぜひそういうところを見てこんな知識だけを国家が介入するようなやり方 赤ちゃん抱っこし放題、3年間子供を、女性を家庭に閉じ込めるとか、幼児教育無償化で、フルタイムで女性が働けなくなるような、女性が輝かない日本にならないようにもっとしっかり勉強して、政策をしていただきたいということを最後に要請をしたいと思います。